皆さんこんにちは。じゃあ財務系の親父のせがれ、親父の八田金也です。はい、せがれの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、会社からちょっと離れて違う場所で撮影しております。本日は当社がリノベーションしましたモデルルームをご紹介していこうと思います。でこのお部屋がですね、約築40年ぐらいですかね、のすごく古いボロボロのお部屋をですね、自然素材にあふれたすごく素敵なリノベーションを施しましたのでご紹介していきます。はい、それではモデルルームの中早速見ていきます。親父さん、ご案内お願いします。はい、はい、じゃあ行きましょう。洋間兼寝室ですね。はい、ここを見ていきましょう。まずパッと目に留まるのがこのルーバードア。これは自社製品。ほう、自社製品。はい、パインドアですね。ほう、もうロングセラーで25年。25年、うん、25年間ずっと作り続けてるほうものですけど、まあ着色してあるんで、うん、わからないんですけど、もともとはパインでできた建具です。このワーキングスペースですね。うん、まあ今時代的に家の中で仕事するということで、うん、これカウンター式のデスクを作ったんですけど、これ材料は、材料はパインの、パインの修正材ですけど、はい、普通の修正ではなくて、このフィンガージョイントじゃないのね、長いものを幅剥ぎした修正材で、足元もそうだし、うん、上もっていうことで。でこっちも一度玄関の方に戻ると、このドア、はい、これもさっきのルーバーと同じでパインで出来上がった。これも自社製品。そう、おお、これもロングセラーですね。ロングセラー25年ぐらいですか。はい、はい、建具以外にもこの材木屋のこだわりが、実はこのフローリングもそうですよね。マサイタばかりを使った松系で、しかも、はい、ウ作り、ウ作り、はい、木作りって書くんですけど、はい、うん、ウ作りなかなか聞き慣れないんですけど、特徴はどんなところが。木には夏目と冬目っていうのがあって、はい、硬い部分と柔らかい部分があるので、うん、そこを利用して削った時に硬いところは残り、はい、柔らかいところは深く掘られるということで、段差ができるんですね。ああ、デコボコしてる。デコボコ。ああ、音聞いて分かるように。デコボコしてる。はいはいはい。それが立った時の感触としてね、うん、気持ちがいいと。ああ。はい、そして気になるリビングですね。リビング。はい、こんな感じです。このテーブル、テーブルはこれは何かな。ダモの幅剥ぎ材です、ね、幅剥ぎ、おお、ね、本当だ、何枚かになってる。でも真ん中が板目、うん、で側の方に行くと正めに、うん、なってて、より、まあ、自然な感じ。そうですね。してベンチですね、はい、これまた違う樹種。うん、これはヒノキです。あ、ヒノキ。これもうちの工房で作ったベンチです。これも自社製品ですね。はい、続いてはフローリング。さっきの洋間と玄関とはまた違う材料ですかね。これはもう、ランダムにいろんなこう色が見えるようにということで、うん、アカシアです。アカシア、ベトナムの工場で作ってもらってます。あ、そうなんですか。へえ。アカシアってテーブルとかはあんまり聞かないですよね。うん、あまりこう耐久木にならないので、小規模が多いので、こういうローリングとかに使うこと、うん、おお、あ、そうですか。このアカシアも自社製品。はい、続いてキッチンカウンター。これは材料はパインの修正材。パイン、おお、修正材って幅入りのね。はい、うん、これは着色してないですね。これはクリアの、ね、うん、仕上げにしたい。自然の色味が残ってます。トイレのカウンターだけちょっと見ましょうか。はい、この赤い色味のカウンター、うん、はい、これは着色したわけじゃなくて、もともとこういう色のアフリカ材で、アパっていう木です。アパホテルみたい。しましま模様の木目が一つ特徴ですね、うんうん、今回ご紹介している自社製品がパインが多くって、一般的にドアっていうのはパインが多いものなんですか。いや、というわけではなくて、まあ25年前からうちは輸入し始めたけど、
はい、もともと、アメリカの例えば運動を輸入始めたのは、まあ、主流としてはどちらかっていうとヘムロックっていって津賀のドアやおー津賀のが、まあ、多かったです。で、日本で扱い始めたところも津賀をやってるところが多くて、で、パインやってるところがなくて、私はパインが好きだったので、うちはパインで行こうということで、ドアも幅木も、はい、あ、幅木も、そして床材、壁材、すべてパインで揃えてきたと。